それでは、大変お待たせいたしました、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。また、インターネット中継の皆様、ありがとうございます。ただいまより、12月2日後楽園ホール3日には有明大会を終え、12月大会カード発表となりますので、そちらの会見の方を行いたいと思います。ではまずはじめに、2日3日の総括を、会長内田正之よりお願いいたします。本日は会見にお越しくださいまして誠にありがとうございます。2日後楽園、3日リファ有明とですね、非常に内容の濃い壮絶な戦いを私も見せていただきました。私は就任してまだ1ヶ月足らずですけれども、鈴木軍という2年間にわたり参戦してきたチームに対してですね、もうやっとの思いで終止符を打つことができた。これはチャンピオンの中島克彦選手、それからタッグを取った塩崎選手、谷口選手、そして、ジュニアのベルトを防衛した小峠選手、それに触発されて、ノアの選手たちが力を取り戻したというふうに感じております。でその中で、やはりそのプロレスリングノアという団体の中の新たな戦いというのは内部構想であるというふうに思いました。それは3日のリファーでもすかさず北宮選手が中島選手に名乗りを上げて、そして、また米選手、クワイエットストーム選手が塩崎選手、谷口選手に挑戦を表明した。これはもう素晴らしいことだと思っております。我々もより一層ノアの選手たちが大きく羽ばたいて、そしてノアの看板がまた光り輝く取り持つ、それを目標にしてやっていける覚悟と気持ちが起きました。以上です。ありがとうございます。それでは引き続き、内田正之より、12月大会の、カード発表の方もございますので、そちらの方お願いいたします。12月のこれからのカードですけれども、皆様にお手割り、お配りいたしました、お手元の資料をご確認いただきまして、またその内容について、リリース等をよろしくお願いいたします。ここは12月24日後楽園ホール大会にですね、GHC ヘビー級選手権試合、第28代、選手権者中島克彦選手に、まずは北宮選手が挑戦する。そして GHC タッグ選手権試合、先ほど申しましたけれども、第36代選手権者塩崎剛選手、前場谷口選手に、モハメド・ヨネ、クワイエット・ストーム選手が挑戦いたします。そして GHC ジュニアヘビー級タッグ選手権試合として、第28代選手権者邪道選手、下道選手に、小峠選手、原田選手が挑戦するというカードを決めております。その中でですね、12月のカードの中で杉浦選手が、鈴木軍を脱退いたしましたけれども、本体には合流せず一人で、ノアの選手と戦うというふうに申しておりましたけれども、その後ですね、今回リーグ戦に参加しました、サエス選手、3勝4敗と大変健闘なさった選手なんですけれども、彼がですね、いち早く杉浦選手に
の呼びかけに多くに応えまして、私の方に、杉浦選手と一緒に戦いたいということだったので、杉浦選手とサイス選手を組ませるという形になりました。で、そこは24日にですね、丸藤選手と杉浦選手のスペシャルシングルマッチを組んでおりますので、その前哨戦という形をシリーズの中でしていきたいというふうに思っております。はい、それとですね、今練習生で、一生懸命道場で頑張っておりました宮脇淳太選手が、今回香川で、高松大会で、プレデビュー戦ということで、デビューいたします。以上です。ありがとうございました。それでは地方大会のカードの場所ホームページ等にですね、掲載されますので、そちらの方をご覧ください。それではですね、各チャンピオンにまずコメントを聞きたいと思います。ではまず、太一選手から、3度目の防衛を成功しました小峠選手よりコメントの方をお願いいたします。本当に、無事防衛できてよかったなと今本当に安堵しています。まあ、お互いに、まあ、やっぱり引けない戦いだったと思うので、何でしょうか、まあ、あまり、まあ、こういったことを言うのもちょっとずれるかもしれないですけど、本当に、まあ、太一という選手も本当にプライドの高い、まあ、自分のスタイルにすごいプライドを持った選手だったなと、まあ、改めて、まあ、本当にプレイヤーとしてはやっぱり終わってみれば少しやっぱり リスペクトの念も生まれましたね。はい、まあ太一に関してはこんな感じで、まあ、まあ、今までも、対鈴木君、まあ、僕はジュニアということで、やってきましたけども、まあ、またこれからまた違った形での対戦相手が決まってくると思いますので、そうですね、まあ、今までもでしたけど、これからも、しっかりシングルのチャンピオンとして、胸を張って自分のスタイルでこのベルトを輝かしていかないといけないと、はい、思っております。あとは、はい、タッグの選手権ですね。はい、まあ、次ね、はい、原田と狙うところはまた、シングルも防衛したということで、タッグのベルトも、次は取り返さないといけないということで、また再び2冠、次は、しっかり取り返して、まあ、僕が行かれてますんで、しっかり取り返して2冠を落としてしっかり防衛築けるような、またまずはダッシュですね。はい、年内にダッシュすることを、はい、約束したいと思います。ありがとうございました。それでは、KES より、GH タッグベルトを奪回した、塩崎選手、谷口選手、コメントをお願いします。ではまずは塩崎選手お願いいたします。はい、本当にリング上でも言った通りに、やっとこのジェシータッグのベルトを谷口と、前歯谷口と取ることができました。これは本当に素直に嬉しいことでしたし、そして取った相手が強い KES のタッグ、2人から取れたことに本当にものすごい自分たちにとっても意味があることですし、これからノアを守っていく上で、前歯谷口と自分が取ったことに責任も感じますし、より身の引き締まる思いでこれから防衛を続けていきたいと思っています。次の防衛戦、米選手、スタモ選手と決まりましたが、そうですね、あの2人にはまだ今のところ勝率では多分
勝ち越していると思いますけども、 あの2人のここぞという時のパワーっていうものをまだ自分たちは、ね、知らないので、これから前哨戦も組まれますし、どういう流れになっていくか分かりませんけども、タイトルマッチまでは自分たちが優勢にね、駒を進めるようにやっていきたいなと思ってます。ありがとうございます。それでは前番畑口選手お願いいたします。KES の、2人から、まあ、勝てたことは本当に良かったと思いますし、この間の、タイトルマッチのタイトルマッチで対戦する前にも何とか対戦してたんですが、もう全部負けていましたので、本当もうこの間タイトルマッチで勝つことができて、本当自信になりました。その自信はまあ今度これからのこのベルトを防衛していくという自信にもなりました。ありがとうございます。では、最後に、鈴木みのる選手を破り、初防衛に成功しました中島選手、この一言をお願いします。そうですね、まずはこの2年間続いていた鈴木君との戦いが、俺の手で終わらせたことを、嬉しいというか本当に良かったなと思いましたし、防衛守ることができたのもこれまでねノアの応援してくれるファンの皆さんのおかげだなと本当に改めて思ったし、やっと新たな一歩を踏み出せたかなというふうにも思っています。というのも、まあ、ベルトを守ったのはこれまでだったらもしかしたら丸藤さんに頼るしかなかったけど、今回は丸藤選手じゃない、そこはやっぱり大きな一歩だと思うし、まあ、今回シングルのベルトだけじゃなく、ノアのベルト今4本ありますけど、このメンバーがこのベルトを持ってるっていうのは本当に大きな意味があるというふうに思っていますので、これからも、これからのノアを楽しみにしていただきたいなと思うし、まあ、僕らはそれ以上の戦いをこれから見せていくつもりなので、ぜひこれからもプロレスリングノアをよろしくお願いします。日韓のリファー試合後、正木谷選手から挑戦表明があり、今回タイトルマッチが決まりましたが、タイトルマッチに向けてお願いします。そうですね、正直、びっくりはしてますけど、でももう、マサ、キタメヤというね、まあ、存在は俺にとっても大きいし、まあ、きっと、今のノアの戦いを見せられるのは俺とマサ、キタミヤだと思います。けど24日ベルトを持ってるのはこの俺です。それぞれのチャンピオンに伺いたいんですけれども、まあ、内田会長の方から今、内部の活性化、これからが本題であるというお話がありましたけれども、この内部の活性化に向けた、それぞれのお考えを伺いたいんですが、まず小峠さんから。まあ、そうですね、まあ、内部の活性化、まあ、正直なところを言いますと、まあ、本当対鈴木軍っていうものが、まあ、急に、まあ、僕の中でまだなんかちょっと終わった実感がないぐらいなんで、そうですね、まあ、今までこう対鈴木軍としてやってきた戦いとまたこうガラッと変わると思うんですよね。僕も防衛するにあたってノアの選手との防衛戦とまた違うものだと思うんで、まあ、しっかり
もちろん内容もそうですけど、まあ、僕個人チャンピオンプレイヤーとして、まあ、しくこうお客さんのノアのファンの方もちろんそうですけど、まあもう初めて見るお客さんとかも、まあ、この構想で増えたと思うんで、まあ、しっかり引きつけれるようなそんな試合をしっかり変えてやっていかなきゃいけないと僕は思ってます。そうですね、自分はその鈴木軍の構想に関しては途中参加、途中からの参加といいますか、そういうものだったんで、まあ、それまでもその自分が再びノアのリングに上がるようになってからも大鈴木軍っていうものが常にあったんですけども、でも今回その今回のことで、大鈴木軍というものは終わり、これから本当にいろんな意味でのスタートだと思ってますんで、そしてプロレスリングノアの素晴らしさというものを見せていける絶好のチャンスだとも思ってます。ただリング上も、リング上もそうですし、これからどういう流れになっていくか分かりませんけども、そういうものも含め全体を見ていただければと思います。鈴木軍との、まあ、戦いも終わり、これからは、まあ、プロレスリングノアのプロレスリングノアらしいもうプロレスというものを、はい、より一層、はい、まあ、皆様に見ていただきたいと思います。まあ、活性化は僕はもう前から思って言ってきたことなので、やっとそれが、きっかけを作れたかなと思っているし、まあ、本当にこれからだと思いますけど、そうですね、まあそれができないとこの先のノアはないと思うし、でも俺たちのこのメンバーならできると信じてるし、何よりも俺がとりあえず今このベルトを光り輝かせてノアのマットを俺が盛り上げます。やはりそのうちはそのプロレス団体としてこの GHC というベルトを持っている団体ですので、この2年間にわたっては鈴木軍というまた別のも存在があって、そのベルトに対して集中できる環境ではなかったのではないかなというふうに思います。やはりその常に団体としてはですね、ベルトをかけた戦いが頂点として、今後大会を運営していくので、ここにいる4人のチャンピオンたちはこれからはその今まで対鈴木軍に対してですね、仲間同士で戦ってきたと思うんですけど、今度はこの今まで仲間だった人間たちから今度はその狙われる立場になるので、それがもう純粋なですね、先ほど言った活性化というよりは内部のベルトをかけた戦いにきっちりシフトしていって、そうしてその実力が外部にも知れ渡れば、当然おのずとそのベルトをですね狙ってくるところも出てきたりとすると思います。そこはやっぱり確固たるそのノアというノアの選手たちが一丸で対抗できるような、でまずはそこに向かって、揺るがないポテンシャルを持ってもらうための戦いでもあると思います。小峠さんに伺いたいんですけど、はい、そのまあその内部を充実させていくという上ではあと1本ベルトが足りないという状況にありますけれども、改めて、ジャドゲドチャンピオン の思いっていうのを聞かせていただけたらと思います。まあ、実力あるのはねすごいもう分かってますんで、もう僕も一回土つけられてますんで、思い、ま
まあ、邪道下道に対しての思いっていうよりは やっぱ GHC のベルトはうちのものなんで、うちの選手が巻かないといけないと思ってます。まあ、僕自身やっぱり二冠王自体がすごい、もっと短い期間って終わってしまったんで、そうですね、まあ、邪道下道に対してってよりは、まあ、僕自身もう一歩上のランクに行くための、ベルト奪取を狙ってますんで、そうですね、まあ、そういった意味でもまた、邪道下道っていう、まあ、本当に世界的なタッグチームからベルトを取り返すってことにすごい価値があると思いますんで、はい、今回もまた自分から攻めていきたいと思ってます。